今回なんと９回目もう９回目やったんですねということで来ていただきましたけれどもえっと簡単にえっと一人ずつまご自身で自己紹介的なものをしてもらえるといいかなと思うんですけどはいじゃあ菊武さんからいいですかはい、はい、えっと菊武豊と言いますあのー、<laughs> えっと日頃はあの美術作品とかを扱うギャラリーで仕事をしていてでその傍らでいろいろとあの 本,本がとにかく好きというか文字が好きなので文章がで出,しあの出版もしていますシックというあの今回の雑誌の編集長もしていますはいえっ、ー、と改めまして田中良久と申しますあ、えー、普段はグライクデザインの仕事をしていましてでグライクデザインっていっても,、まあ、もう紙媒体が中心で、えーまあ、ほとんどが 美術関係ですね、まあ、あの作家さんの作品集を作ったりとか、まあ、美術館とかギャラリーで使われる、まあ、広報周りの仕事だったりカタログ等を作ってますでそれと並行して、えー、とネイルホールというアートユニットもやってましてそっちは、まあ、一応現代美術の作品を常に制作しているという感じですね。 はい、といとうお二人をお呼びして田中さんは、えー、とこの四季の、えー、とアートディレクションと、はい、デザインを、はい、一手にやってるわけですよね。はい、で、まあ、この、ね、本が今年の4月ですか、創刊がはい、そうですね、4月ですね。で、なんでこう、これ,これを作ろうという、どういういきさつで。あのー 僕がこの「シックの他に「教区」っていう雑誌も作っているんですね教区はまあ美術芸術を扱っていてプラスその生活に触れるようなものも作りたいなと、うん、でその芸術とかそういうところのこういろんなアイデアっていうのがすごくあの大切この時代に今すごく大切なもののように思っていてそれをこう,うまくこう何て言うんでしょうねこう 還元というかしたような生活文化を扱うような読み物が主体のえ雑誌を作りたいというのがあってでその話をしてたんです、うんうん、あじゃあこういうのを作りたいんだよねっていうのをまあ話しながらあのなんかお酒飲んでいて <laughs> まあ大体そういう感じそうですね <laughs> それでなんか今言ってたようなことをなんかすごいこう なんかこういうのがないとだめなんだよみたいな感じでもう結構、こんなんなってて <laughs> <laughs> でじゃあ、やればやらないって意味ないんじゃないのみたいな話をしたときに、うん、じゃあやりますよみたいな感じでだったらやれよみたいなそうそうそうそれで、うん、じゃあデザインやってくださいみたいな感じで始まったったていう、うん、巻き込まれ方って感じですでもすごい,い <や S 2> はは話が面白くて、うん、その、うん なんかその菊竹君が言ってるライフスタイルというのは、その、こう、ある意味、こう、現代美術を背景にしたライフスタイルのような感じがして、なるほど、まあ。つまり、えっ、ー、と、美術自体がライフスタイルと切り離されるわけがなくて、うん、で、物事をどう捉えれば、その、 それがどう発展していくかっていう、なんか根本的な話を、あのー、彼はしててはい、はいで、それが、まあ難しいことではなくて、単純にその道端に転がっている石をどう捉えるかで、それがその、どうライフスタイルに発展するかとか、あのー、なんかそういう、こう、言葉は一緒なんだけど、角度が違うことが、 あすぐ伝わってきたんでんかそれは形としてぜひ見てみたいなっていうのがあってぜひ、まあ、やりたいっていう感じだったんですけどね、うん、なんかこの「シックっていう本は食べるっていうことをすごくあの一つのキーワードになってるかなと思うんですよね取材に行った土地の、えー、特産物を東京に送ってっていうページもありますよね 一食十とあってそうです、ね、食っていうのをあの、まあ、食べる飲み食いが好きだっていうのもあるんですけれども、まあ、あ昨日昨日も朝まで飲んだんですよ、すみません、そうなんですけど、<laughs> 飲み食いが好きなんですけれども、で食って結構その、まあ、それこそ根室とかでも、近くにあるものを体に入れるっていう、はい、そういう行為っていうものが。 なんて言うんでしょうね。いろいろ食育だとか、いろ、うん、んな形で食っても今もいろんなアプローチがされているとは思うんですけれども、はい、じゃあ一体本当にこう、食べるって何なのとかっていうことを考えてみるっていうのが、うん、あんまりなされてこなかったんじゃないかなと、うん。写真でしか僕は見てないけれども、その大きなタコの足とかね、<laughs> そういうのをもう、やっぱり東京で暮らしているとあ、こんなさ、 これめっちゃでかいよなみたいなものっていうのがなかなかほん本当はこういうサイズのもあるんだよねっていうのが分かんなかったりする面白さはあったなと思って、ねはい、本当食べ方ってそれこそもう本当地域によっても全然違いますし、うん、何をどういうふうに調理するかとか食べれるものと食べれないものとの境目とか、うん、そういうまあ調達の仕方もそうですし全然違うので でそこに一個一個やっぱりこうその地域ならではの歴史もあるし、うん、人の癖みたいなのもあるんですよね。でそれがすごく興味深いと思、うん、今の雑誌最近の雑誌ってあのすごく情報量があるようでいてあんまりないものが多いかなと僕は思っていてというのがあの例えば、えー、とファッション誌だったら ファッションのことに関しては、まあ、そこそこ載ってて、で、まあ、音楽ページもあったり、書評もあったりもするんだけれども、なんか全然違うジャンルの人が、突然こう、面白い原稿を書いてたりするみたいなあんまないじゃないですか。で、そういう、実は僕らはそういうのから、あ、なんかこれ、ファッション雑誌だけど、この人の書いてるのすごい面白いから、この人の本買ってみようみたいなね。 そういうので知るのが結構あったんだけども最近の雑誌ってその辺がすごく、うん、あのノイズをこうどん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 減らして特に写真をきれいにしていくみたいな感覚と近いこう雑誌の作り方が多い中でうん、うん、この「シック」っていう本はなんか。 あこの人全然知らないわ、でも面白いわ、みたいな、はいはい、そういういい意味でのノイズがすごいある本ですよね。うん、そこは、あの、あえてというか、あの、うん、狙ってる部分でもあるんですね。うん、その、まあ、取材も含めてそうで、なんていうんでしょう、こう、こちらで決めて、連載もこちらでこういうことをやってくださいっていうふうには、あの、お願いしないというか、なるほど。その人と会って話して、 こういう雑誌があるからどういう形で関わってもらえますかっていうことを話して決めていくっていうふうにしてるんですね。うん、そのつまりなんていうか、あのー、雑誌全体を通していろんな人とのこう共同作業っていうものを目指しているというか。うん、なので、取材に行くときもこういう話が拾いたくて取材に行くっていうのはもう行く必要がないんじゃないかなっていうところもあって、やっぱりその場で行って人と出会って で、そのそこにいる人たちとか、それからまあ一緒に連載とかで、うん、関わってくれている方達っていうものと、こう。どういう風うにこう？共闘関係というか、うん、こうまあ、お互いにこう尊重し合いながらということを考えてるので、そこはあのノイジーでありたいなとは思います。うん、その辺を受けて、田中さんはデザインはなんか、やっぱり影響されるとこっていうのはあるんでしょうかね？ み皆さん雑誌でこういろんな料理の写真とか見たら美味しそうとか連想すると思うんですけど、うん、それ美味しそうに見える写真って何ですかとか、うんうん、あとはあの取材を取り上げること自体もあの取り、ただ取り上げればいいってことじゃなくて、取り上げた責任もあるんじゃないかとか、うんうん 美味しそうに見せるというよりそう、そういう料理がどういう流れで文章とともにこう出てきて、うんで、それがな、なんでこういう料理が出てきたか自体が重要だったりとかして、そうですよね。うん。うん、なんかいちいち一応その、一度ゼロに戻して、なるほどなるほど。考えるようにはしてるんですよね。あの、まあ、えっ、ー、と、根室とか、えっ、ー、と、二合目は太宰府っていうことで、えっ、ー、と、 なんか、あの、いろんな、三合目ってどこだから言っていいんですか、これ。はいあの、陸前高田に行ってきました。まあ、ご存知の通り、あの、被災地で、東北の沿岸地帯でも、本当に一番被害が大きい地域の一つになってしまっていて、市街地はもう本当にもう、何もないんですね。いまだに。はい。 でてきてはいるんですけれども、被災後、初めて陸前高田でお店を、えー、再開したお菓子屋さんですとか、うん、あと漁師さんとか、まあ、いろんな方に話を聞けたので、うん、2> まあ2泊なんですけれども、かなりいろいろ多面的には取り上げれてますね。 三箇所、三合目、三号で三箇所っていうことで、えー、っと、まあ、一合目二合目読んでて思ったのは、よくあの、地域性みたいな表現がされると思うんですけれども、地域性っていうより、なんか土地、土地性っていうか、場所性っていうか、もっともっと限定的な話がここでかなり展開されていて、えー、っと、僕たちってなんとなく、こう、大雑把に物言っちゃいがちじゃないですか。例えば、 いや、新宿ってね、みたいな話とか、渋谷ってさ、みたいな。でも、新宿も渋谷も、多分場所によって随分その文化が違うっていうのがあるのと同じように、うん、えと各地方都市、まあ、地方の街とかだって同じようにあるはずですよね。その辺って、あの意識はしてますかね。してますね。あのーうん、まあ 地域性場所性っていう言葉を使っては考えてなかったですけれども、うん、そのすごくシンプルに考えていて人がいることによってやっぱり何かが起きてくるんですね、うん、でもう本当に一人一人がいるからこうその場が成り立ってそれこそ東京とかすごく大きな街の中にいると見えづらいかもしれないんですけれども、うん、具体的に本当に一人一人の人が。 その場所の雰囲気を作ってるっていうのは確実にあると思うので、はい、そこを見たいなというのは思ってます。うん、あの、なんかそ,その場所でしか起こり得ないことっていうのは、うん、多分、まあ、もう100、100個あれば100通りあるというか、はい、で、それを見つめることによって、えっ、ー、と、 そこに行ってほしいというよりも、その読者がそれを読んだ後に何を考えるかっていうことにすごい興味があって、うん、まあどういうテンションでその、えー、取材するかとか、どう見せていくかとか、はいうん、この内容を、まあ、記事にするかどうかみたいなことを決めている節がありますね。うん だから、そこの、その特殊な場所、そこにしかない場所みたいなものをすごい大切にしてる感じはしますよね。ですね。なので、まあ、その地域全体のことを言い得ているかって言ったら、決してそんなことはないと思っていて。ガイドブックじゃないから別にそれでいいわけですよ、はい、そうなん,それなんですよね。うん、ガイドブックを作りたいわけではなくて、まあ、その地域の本当、人の姿に、まずはフォーカスを当てながら、その場所っていうものを見つめ直す。 っていうことなので、うん、あとは僕ちょっと思ったのが、えー、と読んでと思ったのを最後にちょ,っとちょこっとだけ言いますけどあの今ってあの今ってというか日本ってあの日本もローカリズムだ <laughs> 地方だなんだとかっていう話が結構出てますけど、えー、とどっちの語だか忘れちゃいましたけどもとにかくその東京のためにやってんじゃないんだよっていうところって。 本来あるべきじゃないですかつまり東京の人間があ地方いいよねって言ってそれを一回東京に戻して発信するっていうことが割と普通になされてると思うんですよね多分雑誌の作りとかもそうだと思うんですよじゃなくってその土地から一足飛びに世界に発信できるじゃんっていうのが 分かってんだけど、なんかちょっとね、目から鱗っていうか、なんかそうだよなと思って、だいたい、東京から行って、戻して、それをインターナショナルにっていうことが、図式が、なんかみんな僕らも含めて当たり前な感じになっちゃってるんだけども、いや、よく考えたら今ネットもあるし、別に、あの、東京通過する必要ないじゃんって思って。それはそうですね、なんかあの、 本当、受け手の体質がどっかで、うん、あの、できちゃってるっていうか、作られちゃってるそうです、ね、知らない間に。うん、で、実際にそれはもう本当、取材しに行くと、陸前高田でもそうなんですけれども、もうその、漁師さんとかが、 なんて言うんでしょうね。それこそ本当ダイレクトに海外のことを考えてるんですよね。やっぱりその自分たちの職業とかっていうものに真摯になった結果、例えばその牡蠣を養殖するとしたら、もちろん日本の各地もありますけれども、フランスとか、そういうところとかをすごく見てて、そこからまあフランスの話とかも少し、まさか僕は陸前高田の 本当に小さな港の漁師さんに話を聞いた時にそんな話が出ると思わなかったのでフランスがさフラサミナでなので意外とそのやっぱりその地域,地域の人は特にそこまで東京に目配せはしてないというか,、うん、いやなんかそんいうこともあるしそれが実は東京に暮らしていると一番分かんないところかもなと思ったんですよね 発信している気になっててでも、実はどこにも届いてないみたいなことが非常に多くて、はいはい、そんなことよりも、ね、その各地域から各場所から直接いくらでも今伝えられることを実際やってる方がねこの本を通じて結構知ることができたのをすごく僕はあのショ衝撃で受けましたね、うんうん、そういう意味では。 えっと、3合目いつ出ますかねほんとですね。えー、いつでしょうか、う <laughs> 来月、来月上旬。そうですね。来月の上旬には出ます。ウェブサイト見てもらえば出ますよね。あの、売るよっていうのは。<laughs> はい。ちょっとこれからは。はい。じゃあ、ぜひチェックしてみてください。はい、えっと、今日のゲストは、えー 雑誌チックの編集長の、えー、菊武豊さん、えーと、それとアートディレクションと、えー、デ,デザインを担当している田中義久さんです、えー。お二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。うどうもありがとうございました。